はいワドッツです2018年、えー、4月の12日、えー、1時49分ですよろしくお願いしますよろしく はいどうも6年目の配信がスタートしたよ6年目今日から6年生だからよろしくたった今この枠から俺は6年生あもちゃんバーガーありがとう配信5周年たくさんアイテムありがとうございました バガありがとうバガアイス一発目のアイテムありがとうはいこんばんはよろしく6年で配信食べれるようになっていけたんだから本当にすごいえっ、ー、とね配信で食えるようになったからもう2年ぐらい経つねうん配信1本で飯が食えるようになったから2年 3年半ぐらいかかったのかな ?3 年半ぐらいかかった。結構大変だったよ。紆余曲折いろんなことがあったけど。まあ続けてよかったなって。正直言うとね、3年経って飯が食えなかったらやめようって思ってたの。もう向いてないわと思って。で、3年目で一回心折れたんだけど、続けててよかったね。 やってよかっっててかたなと思ってるだからその諦めかけてもう配信飯食えないしお金かかるしやめるわっつったら急に食えるようになって「あ神様って意地悪だな」と「もうお金なんかいらねえわ好きだから続けるわ」っていう感覚になった瞬間ねみんなが応援してくれるようになったんだよねだからね金のために何かをやるっていうのが俺嫌いなんだよやっぱ。 金のために動くんだったら働いた方がいいよ。あれ今お疲れ。いや謝んないで。別に。普通に普通にコメント打てばいいじゃん。今までどり。別に態度変えないから。花火投げようが投げまいが。普通に楽しみはいいじゃん。エンタメなんだから。お金がそうだね。完全に後からついてきたね。完全に後からついてきた。 だから求めてるものをね、あのー、求めてもダメなんだよねやっぱ差し出すものは何なのかを決めないダメなんだよだから俺は情熱と配信に対する愛と、まあ、毎日配信続けることが俺は差し出すもんだと思っててあとプライバシーかな俺にプライバシーないからプライベートプライベートはまあ少しあるけどなるべく起きてる時間を配信につぎ込むっていうのが俺の生き方だねやりたいことだけやる 文句言わない受け入れる、うん、やりたいことをやってる苦しみもあるけど <laughs> それは何か言ったらダメだなっていうか、うん、受け入れていかないと。 まあ、金は後からついてくるってね、いろんな人が言うけど、本当なんでしょう、多分。もう間違いないんだと思うよ。俺はね、あのー、マイケル・ムーアーとか好きだね。あと、まあ、普通に映画自体が好きだね。映画を作ってる人が好き。アニメも好きだし。デビッド・リンチ監督、ダークメの監督が好きなんだ。へえ。ー。なんか、その、何かをクリエイトしてる人が好きで、ただ単に、その、 俺ね、うん、映画が好きっていうのもあるんだけど見る方でただね撮るのが好きなのよ撮るのが好きなのそれで有名になったらこの人このイメージだリスナー捨てるんどういうこと <laughs> リスナー捨てるって何うんリスナーを捨てることは物理的に配信者は不可能、うん、あのリスナーを捨てるっていうことは不可能 リスナーが勝手に離れるだけついてくるだけだついてくるか来ないかっていう主導権を持ってるのはリスナー側なのリスナーが見なくなったら終わるだけなの配信は単純に何かを撮るっていうで編集してつなげるっていう表現が好きなのこれはその音,がぬるな音とか映像とか時間とかが好きなので 俺が見えてる風景とかの見え方っていうのがみんなにシェアしたいだけなの <coughs>。身分そうで生きれたらそれを受け入れるっていうのは俺は耐え難いかな。成田であの生活を変えたかったから今の自分があると思ってんですよ。俺は絶対受け入れないっすねあの。俺は求めてるところがまだまだ納得はいってないんで。 自分の人生でやりたいこといっぱいあるんでそ,そこに向かって走ります僕は <laughs> いやお金では還元はしません俺にお金が入った時ねリーマン俺に金が掴んで奥とか動かせるようになった時は俺が与えてたからだと思うのわかるだからもし俺に金が今入るんだったらそれは還元してたからなんだよ還元つうか与えギブギブギブ だから俺はお金を与えるんじゃなくて、お金が入ってきた時お金を与える人じゃなくて、あのー、配信で今まで返してきたつもりなの。返してきたっていうか、配信で見せてきたつもりなの。で、その結果応援してもらってんの。だから俺はそれはこれからも変わらない。お金を誰かに与えるんじゃなくて、あの、必要なものは買うし。うん。だから俺は表現し続けることしかできないんだよ。 俺はだからお世話になった人と会ったりとかまあしてるよ自分にできることしてるよ例えばあのー、なんだろうポスター配ったりとかまあグッズ配ったりとかもあるしいやダメならダメでいいじゃん別に金渡さなきゃいいんだから、うん、だから恩を返すっていうのが俺はお金を返すことではないと思ってるから、うん、そう ヒカキンが年収1億あって、初期メンバーに100万円還元するとは思ってない。それが還元だと思ってない。うん。だからダメならダメでいい。俺は金、金金金金っていう人嫌いだから。関わりたくない。うん。だったら出さないでって言ってるじゃん。俺は金の関係、繋がってる関係、薄っぺらいと思ってるから。うん。金で何かをやり取りするんだったら、や、嫌だ。あなたと付き合いたくない。 うん、俺は貧乏だよ俺は貧乏だようんえたけしって誰か分かんないもんそれはだからつながりがある人に対してでしょ俺とリーマン会ったことないんだもんつながりないじゃんでしょもちろんリーマンから花火いっぱいもらってるよ嬉しいよありがたいよだけど それがオンン着せるんだだったら俺はやだリーマンと付きき合いできねえよ、うん、放送が無料で見れるんだから放送を見せてきたのの言葉の重みが分からんえ放送が無料で見れるから放送で見せてきたの言葉の重みが分かんないんだろうね還元を望むリスナーはいや苦しいよ俺だって生活保護の中でその何回晩になって月何千円って飯食牛丼食えるんだよ そう、牛丼削って俺放送やってきたんだよ。うん。いや、だからめんどくせえわ、お前。消えてくんね。めんどくせえわ。いいいいいい。お前と会話、価値観合わねえわ。他でやれよ。めんどくせえんだよ。俺、金金してる人間嫌いなんだよ。めんどくせえわ、お前と話すの。どっか行ってくれよ。マジで。そう、金が金が金がって言うんだったら、金儲けてるゃいいじゃん。金持ってんだろ。俺は考え方違えからさ。うん。悪いわ。他行ってくれ。めんどくせえ。 嫌いなんだよ俺金金してる人間面白くねどっか行け、うん、お前とは価値観合わねえから、うん、金が欲しかったら金金勝手に産んでろ時間の無駄だよここでお前稼ぐんだろだったら画面貼り付いてれいいじゃん株やれよ、うん、俺と俺とお前が不快になって何の意味があるんだよ無駄じゃんお金よりも時間とかさ気持ちの方が大事だと思ってるから 気持ちで動けけないやつを無理だよ時間かうんだよこっちはああ。他行け、うん、人間って納得できないことは1円も出したがらないでも放送でもらうお金は対価だと思うから放送で返していけばいいと放送、まあ、まあまあまあ表現で返したいね表現者だから <laughs>、うん。俺は言いたくないね。うん あんまり言いいたくない言う時もあるけどね本当に苦しい時例えば今月とかもうずーっと赤字だからあの一、ー、日放送して66円とか最低記録出しちゃったからで多分今月ふわっち始めたから最低記録出すんだよ俺はそれくらい今ピンチなのそれでも俺は言わないよ金くれってうん大技ものぐらい切れてる <laughs> 今日はねまあまあみんなが投げてくれてありがたいよ本当に うん、今日は本当にありがたいけどまあまあその日暮らしだからさ、うん、いい時もあるや悪い時もあるしわかんねえよ、うんうん、いやめんどくせえわイライラさせてくんなよ、うん、ハート参加ありがとうリカちゃん <coughs>、うん、いやめちゃめちゃこいつつまんねえわ本当になんかつまんねえところがイライラすんの嫌なんだよね楽しく生きていきたいから あのそういう話するんだったらたけしさんすごいって言うんだったらたけしさんすごい枠でやれようんまあ承認欲求強いのかもしれないよね無料アイテムはお金に一切ならないようんならないならない、うん、まあまあ全然無料アイテムはありがたいよいいよ小さくて全然俺はこの生き方でやってくよ俺はこの生き方でずっとやってきたんだよ それをお前の都合で変ええるつもりねえから4,400人に対して失礼だわ今まで応援してくれた4,400人はそれが好きでついてきてくれてんだよでそのやり方にケチ出すなよピッコロありがとう、うん、俺は「花火」って映画が好きだからあのアウトレイジとかもクソだなって思ってるけど うん、俺はあの花火って映画は本当に最高傑作だと思ってるから俺はだから思ったことは言うよアウトレージなんかクソでしょあんなのただあのなんだろう花火に関しては俺はすげえいい映画だと思ったよキッズ・リターンとか <laughs>、うん、そうそうそう120人見てる中一人でしかないわけだから俺にとっては。 って誰、うん、花火面白いよねキッズリターンもいいよね俺はあのあの頃の「北のブルー」使ってたぐらいのたけしさんの映画好きでアウトレイジとかひどいなとか思うともうありがとうさかなさん花火ありがとう何手のひら重な方がいい何花火ありがとうございます いいんだよよよ気持ちよくやろうよ、うん、道中楽しんでんだからみんなで気持ちよくやろうよ。アウトレイジはは客呼ぶたためにに精密に計算された娯楽映画や自分はドールースああもちろんもちろんアウトレイジが商業的に計算した映画っていうのは分かってるよ。分かってる分かってる。それは分かってる分かってる。そうあ遊んでるんだよ。でっていうかねあれ皮肉なんだよ。たけしさんが俺の感想をね,あのねヤクザをバカにしてんのよ。 たけしさんってめちゃめちゃ頭いい人だからあれはバカにしてんのお前らこういうの好きなんだろうってでヤクザをバカにした結果な何が起こったかっていうとヤクザからリスペクトされただからあ,れあの構造自体を否定してるんだよで作れるんだよ本当はもっと芸術的なもんあれはごっこだよねバンバーンっていう子供のごっこを自分のそのこういうの好きなんでしょってやってるようん ブラ,ザーがブラザーはクソだと思ってる俺。ブラザーはもう爆笑のレベル。うん。アウトレイジより嫌い俺は。うん。ヤクザバカにした結果ヤクザが映画館でにっこりしに来たっていうね。そうそうそう皮肉だよあれは。ほんとに。うん。<laughs> 会場前ヤクザだらけだろうね。うん。IQ 下げたんでしょ。 IQ 下げたんだよ菊次郎の夏まだ見てないんだよね俺花火見た時は震えたけどねあすげえわこの人って思ったね花火の評価が高いっていう理由が分かったもんうんいやアウトレイジ見に行ったらもうなんか客層そんな感じでしょ、まあ、アウトレイジの何が面白いのか何も覚えてないもん アウトレイジをバカにしちゃいけない理由は何なのなんで作品を金払ってみてなんでバカにしたらダメなのつまんねえもんはつまんねえって言ってなんでいけないの俺はつまらなかったんだよ。見てクソだと思ったからクソだって言ってんだよ。うん。いや、嵐でしょう、完全に。シーナきっぺかっこいいよね。うん。 教祖誕生は見たよ。あの、なんだっけ、電気あんまみ、なんか、治療してビリビリってさて、あーってやつでしょ。教祖誕生見た見た見た。あれはもう、なんかそ、その、新興宗教に対する皮肉だよね。あれは <laughs>。あの頃ちょうどオウム真理教とかと絡んでたんじゃなかったっけ。あれって北の映画なんだっけ教祖誕生。あれ監督はやってないんじゃないの稼セるよ血と骨はまあ、バイオレンス。あれは俳優だね。 うん、バタフライエフェクトどうだったポーラ面白いでしょどうだったうんああ惜しい人なくしたね本当だね、うんまあ、だから俳優の良し悪しと作品の良し悪しは俺は完全に切り分けてるからうんあれ面白いよね あれは監督なんだ。あれ、北野作品なの。え、マジで教祖誕生。あ、ま、確かになんか。うん、あれ面白かったよね。えー、教祖誕生。教祖誕生は、どうだったっけな。あ、小説だって。ビートたけし原作の小説だって。原作、撮影、監督は誰北野たけし監督だ。あ まあだから、なんか、あのー、漫才のネタにされるよう、しそうな感じだったもんね。コント見てるような感じだったから。面白かったよかったよかった。うん。意見は別に無料でしていいから。うん。あの、投げる人だけ意見しろなんて思ってねえから。リーマン。やめろ。 投げる人だけで意見するんだったらコメントかそるわあーそうなんだえー、俺だからあのなんだっけなあのある北郷さんのある北郷さんって殿の付き人何年もやっていまだに付き人っていうか側近なんだけどその人のネタであの殿があれするコントがあるんだよあの ルーブル美術館が何か行くコントがあるんだけど、それめちゃめちゃ面白いもんね。それ見るちょっと、あの、ある北郷さんのネタ、ちょっと動画流していいめちゃめちゃ面白いよ。俺、一番好きなネタなんだけど、そょこ、これ、なんか、あの、すごい好き。これ。ニューヨークか、ルーブルじゃないか。思い出のニューヨーク。ね、これ これはね、たけしさんとね,んね,えとね12年ぐらい前に全くのプライベートでニューヨークに行ったんですよ僕とたけしさんとあと弟子、えー、4名ぐらいですね。 そうえー、あと何人かこうスタッフとかね、まあ、知り合いとかで、まあ、行ったんですけど、まあ、プライベートなんですよ行ってそれでねまあプライベートで楽しかったんですよもちろんねだそれはいいんですけどででニューヨークでじゃあ観光しようということになりましてたけしさんがねじゃあ,あのからねとの絵画からじゃああそこ行こうぜ近代美術館モマ行こうってことで見に行ったんですよ。 もちろんね、まあ、皆さんが知ってると思うんですけどあのピカソとかねモネとかねもう教科書で見たことあるような、ね、全然無知な私でも見たことあるようなもう有名な画家の絵画がねもう飾られてるわけですよ。やっぱね結構近くで見れるんですよ。だからすげえなーと思ってどこにもねちょ全然ねアートとか詳しくないけどあいいなとこれすごいな迫力あるなと思って見てたらねやっぱ武さん負けず嫌いですからうちの師匠ね。で自分も絵描くでしょ。なんかブツブツ言ってるんですよ。 何言ってるのかなと思ったらピカソもやだな意外と大したことねえなここいいさすがたけしピカソにも毒づくかとうわとそっからねずーっとね絵本がマってね近代美術館で階段上がっていくんですどんどんねこう階は上がっていくんですよでねまあピカソの階ってねまあもう文句つけてでモネの階ってもなんだこれ下手くそなおいすげえなとさすがたけしういもの知らずこれでねずーっと行ってるんですよでね 本当は俺、ね、日本だったらね、まあ、東京だったらいつもね横にいて容赦するんですよ。あもうそうですよ、殿。殿が一番ですよと、ね、私、それで食ってますから。ね、だけど、さすがにっもニューヨークでなんかね,あのそのねピカソの絵を、ね、前にして、殿がね言ったにせよなんかいやもうピカソより殿がうまいですよというのはちょっと恥ずかしいなと、うん、ちょっとこれ、ね、バカンスで来てるんだしもう嫌だなと思って聞こえないふりしてたんですよ、そこは。もうしょうがないじゃないですか。 というのは言うわけですよそしたらですね一緒に行った弟子の後輩で菊池くんって子がいたんですよね彼はですねどういう子かっていうとたけし君が始まってくいのおバカさんって言ったなんですよどのくらいおバカかなってこう説明するとそうですね、あのけしさんがね、車で車庫入れするときに菊池くんが手伝ってオーライオーライストップでやらなきゃいけないところを菊池くんはオーライオーライオーライあー聞かれちゃった子なんですよなん、ま、<laughs> で君オーライオーライ,オーライって最後に言ったのっていや北郷さんストップって単語が出なかったんですよ <laughs> すごいでしょ、よもやのストップ忘れっていうね <laughs> そんな子なんですよもうすごいなんかね、まあ、真面目のいい子なんですよちょ,ちょっと足りないかなっていうね、まあ、ちょっとおバカさんかなっていうねいつも口開いてる子なんですけど <laughs> はい、はい、だって口開いてて虫が入って一回出てって虫が中で一週回って出たんだからで何かありましたっつったんだからすごい、ねまあ、そんな子なんだけどいいんだけどその菊池君がね武さん近くにいたわけですよ武さんがね言うわけですよ「んだこれ大したことねえなピカソも」つったらね菊池君が言うわけですよ「はい殿の方がうまいです」 殿の絵の方が迫力ありますこんなベタな用書ないじゃないですか,かでってさんってものすごい疑い深いというかね大体何言われても嘘つけお前みたいな人なんですよだからそんなねそんなねバレバレの用書したらね武さん言うと思ったんですよ「お前菊池待てよ」と「お前ニューヨーク来たからってお前そんな用書やめろよと」と俺言うと思ったのそしたらね菊池君がね「殿の絵がです」って言ったらねと殿がね「菊池」みたいな顔して「はあはあ みたいな,なんか分かってるなみたいなそしてねはあってものすごいなんか感銘を受けてるんですよ菊池に、うん、そしたこれえマジかと思って殿がその後に菊池君に言ったのが菊池ーって顔して言ったのが菊池次の映画に出てみるかって <laughs> 彼あれよいしょしてね次の映画どうです出てましたよいい役で。 北の絵が意外とちょうどいいっていうねいや俺それ見て思いましたねあ俺も用意しときゃよかったと、うん、それから殿がね菊池は根がいいやつだとかね <laughs> あいつなバカに見えてバカじゃないぞとかね <laughs> いや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 バカに見えてバカだろみたいな <laughs> そんなことがありましたこれがね思い出のニューヨークですよねいいでしょこれいいでしょう俺この北多さんのこのコントめちゃめちゃ好きなんだよね面白いでしょ だからなんかダンカン塾とかでも「北郷」とか「つまんねえ」とか言ってるけどいやネタ見たらめちゃめちゃ面白いぞっていうそうしかもなんかちょっと殿に毒を吐くっていうキャラクターって武志軍団で今までいなかったのでしょ殿すごいっす殿殿ってやるけど北郷さんってちょっと殿のをイメージ悪くするようなコントなのよあの武志軍団の中で唯一だから結構すごいことやってると思うよ いや、滑らない話っていうかネタなのこれ。面白いでしょ北郷さんのネタ。うーん。北郷さんのネタすごいよ。うん、っていうか、あのー、リーマンちょっといい加減にして。ほんと怒るよ、うん。あの、お前がやってんの嵐だから。うん、嵐だから。うん、あのー、リスナーさんにやかるのやめてくんないちょっと。いや、マジでマジで。笑い事じゃなくて。うん まあまあ、滑らない話っていうか、俺結構好きだね。コントじゃねえか。えっ、ー、と、ネタか。ネタ。いや、面白いでしょあの、ダンカン塾あるじゃん。あの、クズ子さん。ダンカン塾って、もともと、北郷さんの YouTube チャンネルの一個の企画なの。だから、もともと、ある北郷チャンネルで見れるのよ。あの、これ、ダンカン塾の、あれじゃん。ほら、ダンカン塾。で、ダンカン塾って、ダンカンさん、冠なんだけど、 もともと北郷さんのあのコントを見せるチャンネルでもあるのだからここの動画見たら弾丸塾上の方にあるけど下にいっぱいあるよ付き人の話ビートたけし旅行の話とかあの一ネタ10本ぐらい上がってるかなうんだからあのなんだっけ義太夫さんとのトークライブとかも入ってるし結構おすすめだよチャンネル登録するといいよこれ弾丸塾で YouTube で検索したら出てくるから でそこに配信者がさすごいでしょ芸能人のチャンネルに配信者バーって並んでるんだからいいじゃんねなんで俺こんな叩かれてんだろう、うん、あ縁大事にするよねうん見てみるだから見てから批判だからね俺ねネットのこれネット全般に言えることなんだけど知らないで批判するのと知ってて批判するのは意味が違うから。 でネットの人って知らないのに口を出すことが多いの。知らないから批判してんのはお前の教養の問題だろって。で、知ってて嫌いなのと、知ってて好きなのと、ね、知らなくて好き、知らなくて嫌いって言ってんのはバカか、バカか普通かの問題だから。うん。バカか普通か。うん。うん。 そそうそうダンカンさん一人一人からネタフリとかないよ普通になんでこんな悪く言うつまんねえつまんねえとか言うんだろうね多分なんか出てる配信者え出演してる配信者がダンカンつまんなかったとか言ってもバカだと思っててお前がつまんねえんだよって思ってる俺は、うん、お前なんで客かみたいなエントリーに来てダンカンつまんなかったってお前何金払ってるなん客かなんかかって お前配信者ならお前が面白いかどうかだろうっていうそう思わない、うん、なんか勘違いしてるような。 そんなにハゲてたか、うんまあそんだけハゲてるんだろうねあなたが見た通りの感想だよそんだけハゲてるって思ったんだらそんだけハゲてるんだよ現実 ブロックは人格否定とか嵐とかはするけどだから注意してんだけどうんあの適度にやれて注意はしてるけどあんまり言うこと聞かなかったらブロックするよ。 疲れないの疲れないっつうかまあ好きなことやってるから疲れるけどまあ楽しいかんなうんいシャカねえリカちゃんね大変なんだよペコが全部はねしって頭はげちゃってのんちゃんがパッてかわってはけんシャカーって叫んでうわ死んだわと思ったの俺のんちゃんがパッて餌あげるときに朝シャカー っていう,からうわっズキッときて「うわシャカ死んだわ」って「またのんちゃん悲しむわもうやだわ」と思ったけどパーって走ってベッド見たらピッって言って頭つるっぱけなのよ。でシャカーって俺もなって <laughs> でシャカーってやったらもううずくまって手のひらでうわーってなってわかわいそうにと思って病気かなと思って夜中だったからとりあえず明日病院行こうと思って。 で、ネットで検索して頭剥げる文章とかで。で、でもね、俺はどっかで、ペコでしょっていうの、どっかであったの。で、ちょっと釈迦出してたから、ペコちょっと出そう、出してって、のんちゃんに言ったら、のんちゃん、もう、カゴ開けた瞬間にペコは出てくんのよ。パンパンって。で、すぐパーって飛ぶんだけど、なんか、逃げるの、ペコは。いや、俺、俺じゃないから、みたいな。俺関係ねえし、みたいな感じで。のんちゃんが手入れても、 普通、カゴ、ねえ、扉開けただけで出てくるのに <laughs>、のんちゃんがペコ、ペコって言って、手やっても逃げまくってんの。あ、もうこれ完全にペコだわって。文章ってそういうとこあんのよ。繊細だから <laughs>。で、まあ、次の日、まあ、まあ、俺はもうペコが虫してきたら100%だっていう分かってたけど、リスナーさんにちょっと見せたら、あれこれ病気じゃないのみたいな。 で、首のところに耳があるんだよ。穴があるんだけど、ここ真っ赤になってるんだけど、こう穴が開いてて、鳥って。それを丸見えて、あ、これもしかしたら怪我してんのかなとか思って。で、病院連れてったら、まあ、全然健康体ですと。ただ、これは自分で虫ってるか、虫られてるかなんですよ。説明を受けて。健康は健康ですと。ただ、頭のここ、くちばしがここにあって、ここはこんなに抜けないですよね。ってなって、あ、じゃあ、ペコだな。ってなって。で、まあ、今こんな、そんな感じよ。 うん、うん、まあそういう感じだね、うん、鳥同士今仲悪くなっちゃってんのよ今、うんうん、<laughs> こんなにリスナー同士で喧嘩してんの俺初めて見たかもしんないな コメント欄と俺のトークの内容のリンクしてない感じがさ、ほんと癖強いよね、うちのリスナーって。ほんとに癖強い。人が一生懸命文章トークしてるのに、全く聞いてないからね、こいつら。うん。まあ死ななくてよかったよ。いや、違う芸人しようって話してる。今様子見てるね。たぶもうダメだと思うね。あいうわつ。文章懐くどころじゃないよ。うちの文章ベッタベタだよ。 うん、好きすぎるとハゲさせるのああ、そういうのもあんのなんで好きすぎるとハゲさせるんだろうお六6 6んいらっしゃい、うん、あー全然いいよもうやりたいだけやっていいよもう,もう徹底抗戦していいよじゃあコメントで、うん、いやもうすげえ配信だよ D トリプル D 本当にうちはなん,かなんか大変なことになってる、うん いやあのね花火投げてアンチっていうのが特殊だから,だからリーマンが癖ありすぎるんだよ花火投げるの爆投げするのに俺にやかるリスナーにやかるタイプだからうん卵は産むよでも産まないように育ててるメスの死因はほぼ卵詰まりって言って卵を産む時に卵を詰まって死ぬのよだから卵を産ませないように大切に育ててるだから一回も産んでない、うん ベタベタどころかわいいよくちばしをこの指に引っ掛けてこうやって寝るよここにこういう感じでーとこうやって寝るもう手のひらから離れないよまあでもちょっとね怪我したらやだかんねあっ長するんでアイテム火をお願いします もう延長終わってるわ要は、うん、普通の交尾だよ普通の交尾あのねお尻おしっこする穴うんこする穴、えー、と要は、えー、とセックスする穴全部一緒鳥は、うん、卵詰まりは怖いよ豆苗あげてるよ豆苗あげてるあげてるあげててもう産ま,産まないうん、うん リーマン金持ちは金持ちたんじゃないの金持ってるけど性格悪いんだよ。<laughs> 言ってやったわ。うん、金は持ってる性格は悪い。 誰にも愛されてない。ああ。いや、ダイレクトっていうか、まあ、俺のまんまの印象だよ。花火師でもないの。ここでアンチコメント書いて、散々荒らしまくって、最後にアイテム爆投げして帰るっていう。性格悪いね。いるじゃん。キャバクラとかで。うわなんだ、汚ね店だ。うえうえって言うけど、シャンパン入れまくるっていう。もう完全にそれなの。ほら。ーマン花火塾ありがとう。だから、いるでしょ。キャバクラで。 うわあなんだ、汚ねえな、この店。ブスしかいねえな、つって。何お前、それ、受給いくらもらってんのシャンパン。完全にそのタイプ。そう。うわ、ファンタスティックでしょ。引くでしょ。うん。いや、もうだから、典型的な、あの、金は持ってて、金払いいいけど、あの、周りが迷惑するタイプ。ありがとう、リーマうん。さすがだわ、つって。そうそうそう。な、江戸っ子技スなんでしょ、江戸っ子。 江戸っ子がよくやるやつだよ。江戸っ子。そう。それ俺でしょ絶対キャバクラでやかるタイプなんだよ。うん。いや、この人は昔から投げんの。うん。そう。ダメだよ。よいしょすんなよ。こいつが敬語を使い始めたりとかする時は投げない時だから。うん。もういいかなっていう時だ満足した時だから。ダメだよ。屈服したら。 うん、こいつ調子に乗ってもうああもういいわーつって <laughs> ああもう今日満足だわーつってこれ帰る時だから <laughs> こいつの生活してんのこいつ帰る時とかもうもう満足する時にやからなくなるの、うん、ほっといていいよだから、うん、ほっといていいよリーマンは、うん、絶対投げて帰るからそうダメダメよいしょいらないから、うん、ほら帰るよ満足しちゃったから そうよいしょしなくていいのこいつはもうほっとけばいいから彼女、うん、だからただの、うん、ほら敬語になり始めたでしょ、うん、急に噛みつかなくなるのもう爆投げしたら満足するから、うん、はいリーマンおっつおい水玉さんこんばんは、うん、そうそうまだ「えこんなもんで満足してんすか?」って言ってていいのだからボーイみたいな感じ「え今日こんな感じですか?」みたいな「調子悪いんすか?」みたいな <laughs> いいよ、じゃあ帰れよ、もう。<laughs> 満足したんなら。うん。前にいた、あ、あ、あきらだ、あきらだ違う、水玉。思い出した、こいつがあきらの。ありがとう、ありがとう、水玉。そう、名前なんだっけあきらだよ、こいつ。違う、違う、違う。この数っていうやつ、あきらなの。思い出したは水玉のおかげ。よく覚えてたね。あきらだよ、こいつ。そう。そう、あきらなんだよ、こいつ。そう。こいつ、こいつ。前に、 人ですよねじゃないの名前毎回変えてくんのうんそうあきらだよあきらこいつうんよく覚えてるなあ、うん、よく覚えてるなうんア <laughs> <laughs> イスはちゃんとした性格にするね <laughs> うんそうだ思い出したわあきらだ、うん いや、俺、別に花火師に対してはムカつくやつはムカつくって言うもん。ありがとうとは言うよ。花火もらって本当にありがたいから。だけど、これ荒らしたもんやってること、こいつが。うん。自分かばってかまってでしょ。そんなん困るよ。うん。珍しいよね。うん。今日、アキラがいるから。うん。そう。こいつはもう散々荒らすけど、ア,アイテムは本当に投げて帰るの。うん。そう。性格とかじゃないよ。もう完全に金が全てタイプだから。 金、金で物言わせるタイプだから <laughs>。うん。金持ってたら、そう、荒らし代は払っていくの。だから、プラマイゼロだから、それが一番厄介なんだよ。そう。ブロックできねえから。分かってんだよ、こいつ。ありがとねえじゃねえよ。みんなに謝ってけよ。プラマイゼロだからな。言っとくけど。荒らし代は払ったから、俺も言わないけど。でも、みんなの気持ち考えろよ。みんなは。みんなは嫌な思いすんだから。うん。 特にあのクシャトリアには謝れよお前ふざけんじゃねえよ、うん、クシャトリアさんざん最近のリスナーさんのお前それでクシャトリアが来なくなったらお前の責任だからなふざけんなよいるんだよいやうちのリスナーさん癖多いから癖強いの多いからもうほっといていいよコメント欄はうんはいはい、うん、ありがとうねまた来てうん はいはい。ありがとう。アイデンティティ,ティ <laughs>、うんうん。そう、不器用なんだよ。別に金持ちっつってもな、まあありがたいけどさ、うんまあ、楽しくやってんだからってみんなで楽しもうよって感じだよ、うん。みんなで楽しくやった方が平和でいいじゃん。うん まあいやいい、悪いやつじゃないんだけどね。うん。だまあ、一時的に場が荒れるから、毎回そうなんだよ。うん。俺も疲れちゃうし、もうトークが入らない、入らない。話したいトークがね、うん、分かったよ。うん。金はある。<laughs> 名言だよね。金は持って、あ、俺はいいよ。俺は慣れてるから。もう、この、 なんとなく、ああ、お前かって思ったから。俺は全然気にしてない。長いから。もう、5年やってるから。慣れてる、うんうん。分かってるよ、うん。皆まで言うなよ。盛り上げようとしてくれてんだよ、俺の放送を。 めんどくせえな。あまあ、悪いリスナーじゃないよ、本当に。そうそうそうな。荒れてる放送が好きなのよ。わちゃわちゃしてる放送が。うん、シャクティーパッドに変えんの。<laughs> でも、それ,あれ、あれでしょあの、66ってなんだっけあの映画だよね。なんだっけな。バッファローだっけなんだっけなんか、なんかの映画のタイトルだよね。見たけど、あんま記憶にないけど。 なんかこう、かっこいい映像だよね。あの、ショートムービーの総集編みたいなやつだっけはい、こんばんは、マッスン。うん。5周年おめでとうございます。ありがとうございます。もう配信始めて昨日で5年経ちましたね。今日、この枠が6年目の枠。うん。新しいスタート。うん。いや、だから、まだ、まだ言うのだったら今すぐ振り込めよ、200。もうさっき話終わっただろ 本当にやるんなら、じゃあ今すぐ振り込んでくれよ。もう嫌なんだよ、俺。その金で。あの、振り込むんなら振り込むで、本当に感謝するから。だけど、結果振り込まないんだったら、期待したくもないし、その、か、ん、あの、ぐっすり寝たいの、俺は。悩みたくもないし。で、俺はお前に媚び売るつもりねえから、さっき終わったよな。もう、おい、やっぱやめとくわって。うん。そう。 だったら、振り込むんだったら、紙買い作るんだったらじゃあ。いや、紙買い作るんだったら乗っかるよ。プレゼントしてくれよ。俺の5年間に投資してくれよ。200ボーンと。いや、200払うっつってんのよ。俺からしたら、小さい金だから、おめえが映画作るんなら、振り込もうかって言ってんの。振り込むんなら振り込んでくれよ、じゃあ。受け取るから。マジで。感謝して、本当に。本当に感謝するよ。俺が一番最初に見た夢だよ。 いや、200払うっつってんのよ。で、ちょっと考えさせてみたいにひよってんの。遊んでんだよ、こいつ、俺で。うん。だから、リターンは何か言えよ、じゃ言えよ。できることはできるって言うよ。なんで、リターンって。うん。何が必要なんだよだお。俺にとっては200っていうのはでかい金だから、返せって言われても返せねえから。面白くないよ、こんなストレスだよ、俺からしたら。うん。見返りが必要なんだろう。じゃあ、見返り言えよ。なんだよ。 うん、できることはできるって言うしもうマジでめんどくせえぶり返すんだよあののんちゃん <laughs> ち俺今こいつと戦うから本気でちょコーヒー買ってきてくんないっつって花火じゃないのああリターン何か考えろよじゃあ,あ俺はテレビに出て有名になることあじゃあ約束するよ うん、約束するわ。ああうん、約束するよ、じゃあ。何年以内だ何年以内何年以内に俺がテレビに出て有名になること言って。何年以内ああストレスだよ、俺からしたら。何年以内 そうそうキョコその通りで俺はクラウドファンディングやんないっつってお金をお金で返さないし特,特定のサービスうんごめんコーヒー 2>, 2個,2個を買っておいてあ買えるんだのんちゃんもなんか買ってごめんねのんちゃんずっとこのペースだようん。いいよテレビに出て有名になることいいよ全然、うん、2020年んー <laughs> また微妙なラインつくな <laughs> うわうん <laughs> ま, <laughs> また微妙お前10年以内にみたいなこと言わないんだよこいつ <laughs> お前10年以内に必ずテレビ出ろよなみたいなんだったら「あやってやるわ」みたいなんだけど <laughs> 2020年って でまたリアルだ。うーん <laughs>。いや、5年後とか10年後とかじゃないんだよ。なんかね、ちょっとリアルなんだよ、こいつ。いや、言ってる意味は、だから映画で、要は、なんかでっていうことでしょ。2020年 <laughs>、1年半 <laughs> うん。 <laughs> 微妙なそのギリギリいけるかいけないかみたいな <laughs> いやそういうことだよ分かってるようんうん,うん <laughs> 分かったよじゃ分かったよ分かったようん走るよ分かったよ2020年な、うん、えっと2020年代ってことだよな2020年の末までだよなそうということでいいよな そうういうことだよな2020年の年末までにってことだよないやかかるよだいやだから俺がうんっつってんのよそういやいや分かるようんちょっとだから映画の制作期間とかいろいろ計算入ってねえなと2021年にしないか <laughs> 多分見えてねえんだよ映画の制作期間をなめてるんだよ そういや半年はきついよ少数でだって俺監督って言いながら編集から照明から撮影から全部俺なんだよ分業じゃないんだもんで分業ですらドキュメンタリーで最短で作って普通半年だかんだよじゃあ200じゃあ OK わかっうん2020年うん2021年が普通じゃねえか なあ制作期間は普通2年かかるだろう1年半ちょうどいいだろうなあいろいろあるんだよ広告とか2021年にしねえかじゃあ、うん、あイライラする半年あらば映画作れるだろうっていうのは甘いよ、うん、全くのド素人の初期作品だようん いや俺はまあ2021年だったらスケジュール的に普通なスケジュールだと思うけど。いや、でもだよ、でもだよ。よくよく考えたら200ポンってくれるんだったら俺多分ね、この300って1年かかると思ってたよくよく考えたら確かに今200ポンって投げてくれた俺明日カメラ買いに行けんだよ。明日から編集できるんだろ。いけるわ。いける。 おしゃあじゃあそうしよう,う。俺よくよく考えたら1年間これに費やそうと思ってたんだもんゆっくりゆっくり貯めようと思ってたんだもん俺明日から動けるもんやろうよう、まあ。リーマンはだから億万長者とかなんか狙ってんでしょでよくよく考えたらそうじゃん俺は1年このクラウドファンディングにかかってで制作もやってっていうプランだったの。だか俺今だから俺今プラン話すけど えと35歳までに作ろう35歳の年齢までに作ろうとしてのよくよく考えたらだからこのクラウドファンディング35歳から映画監督をちゃんと名乗れるようにって設計で今やんなきゃっつったんだもんそうよくよく考えたら明日からできんだもん俺200入ったらそううん俺は腹くくったよリーマンどうするあとは決めるのはリーマンだよ 何かあった飲んじゃうココアいいねいいよいいよゆっくりでそうそうそう1年間俺の人生1年間が早まるのもんあ延長するんでアイテム花火よろしくお願いしますあの小口でも全然いいんであのアイテムお願いします延長代お願いしますうん あーもうこいつ本当おちょくってるわ。あ、もう、もういい。もう構うな、こいつに。こいつのペースに構うな。こいつ払う気ねえわ。うん。あーもうこれ言い始めたよ。あもう、もういい。もういい、もういい、もういい。めんどくせえわ、こいつ。払う気ねえわ。200投げる気ねえ。うん。200投げる気、完全にないわ、こいつ。うん。経歴がごめんねえだって。ああ、もういい、もういい、もういい。話にならないよ。お話にならない。うん。投げない、投げない。嘘つきだよ、嘘つき。 うん、条件出しといてこれだよ。うん。あもう無理だよ、こんなの。経歴だって。もう初めっから言うなよ。だったら。いや、だからさっきもそうだったでしょ。投げる気ねえんだよ。メガホンありがとう。投げる気ないの。もう、鼻から。のんちゃん、ありがたいよ。 うん、ありがとう風船100個ありがとうありがとう皆さん延長代欲しいのでアイテムお願いします。いいよいいよもう。もうこいつに振り回されるのやめよう。あ、いいいいもう経歴とかしんない。いいよいいよもういい。投げる気ないじゃん。じゃあ俺の過去変えられんのかよじゃあ。俺が過去やっちまったことだもん。もうそれ言われたらどうしようもねえだろう。うん、脚本とかはね、あ、でもね、ごめんね。俺ね、脚本必要ないって言ってたじゃん。台本。 これはごめん。俺昨日撮影やって分かった。脚本と台本は絶対必要だわ。うん。花火5発ありがとうグレイト花火ありがとうございます匿名さんありがとうございます。ありがたく頂戴します。あありがとうありがとう助かります延長代ゲットです延長します。あのね、それを言われたら俺何もできねえから。俺の経歴ぐっちゃぐちゃだから。過去も含めて俺なんだよ。過去も含めて。 うん、だから投げないなら投げないでいいよ、リーマン。もう、この話やめようぜ。無駄だから、投げねえんだったら。投げるんだったら俺は明日映画作るよ。明日カメラ撮って、レンズ買って、パソコン買って、もうそっから制作入るよ。うん。あ、いいよ。全然違う話、OKOK。全然 OK。ただ、リーマンの話題、こいつトリックスターだから引っかき回してくるからもう構ったらダメだよ、みんな。みんな構わないで、こいつに。 こいつ、ガンガン、あの、いや、俺払うよ、みたいな雰囲気出してくるから。ありがとうございます特命さんありがとうグレイト花火いただきましたグレイト花火ありがとううん。いや、花火は嫌だって。あの、リーマンは。映画に使うんだったら映画個別で振り込むって言ってた。うん。ありがとうございますありがとうありがとうございます いやありがたいよ、ね、うんいやだからプロも見せたら払うとかもうめんどくせえんだってだからさっき見せたじゃん俺はゆっくりゆっくり活動やってるからこうやってこういうことやってるって見せてるじゃんじゃあプロモって言ったらこれだよこういうことやってるわけじゃんこういうふうなことやりたくてこうやってるよって日々動いてるわけじゃんでこれじゃ俺はたれ満足してないの 機材が必要な編集できないのだからこういうことは見せてるわけじゃんこれで納得できないんだったら無理だよ作ってんじゃんちゃんとできる限りで予算の中で、うん、仲間に借りてありがとうございます特名さんファンタスティック花火ありがとうだからプロモーションビデオつったらこれだよ今できる今持ってる技術で ただこれだと限界があるからダメだっつってんの。ファンタスティックありがとうございます。違うか俺が言ってること。別に何も変なこと言ってねえんだけどな。何が不満なんだよ。うん。だからこの映像に、これを作ってる俺に投資できないんだったら投資できないってことじゃん。違うお子ちゃまレベルでも俺が持ってる機材のレベルだとこれ、今これが限界なんだよ。 これをバージョンアップするために必要なのが300だっつってんだよ。じゃあコツコツやれよ。うん、だったら、口出すなよ、200出すとか、うん。夢見せんじゃねえよ。だろ俺は本気でやってんだよ。本気で叶えたくて一生懸命やってんだよ。だったら、期待させんなよ、うん。いや、そこまでは言わないよ、ボロンジ。プロモ台出せ。とは言わない。なんでかっていうと、 リーマンが過去投げてくれた分で俺は生活させてもらってるしまあ別の小手半だけどだけどそれでこういう活動ができてるわけだからそれは感謝してるからうんだからそこまでは言わないようんわかるそう食わせてくれたのは事実だからそこに対してのリスペクトはあるからまあ性格悪いけどうんそういや俺はやりたいことを追っかけてるよ で、これがチープだ、子供っぽいって言われたら、俺の実力だもん、それが。いや、投げまくってんだよ、こいつ。だから立ち悪いんだよ。5周年祝いありがとうございます。特命さんありがとう。花火ありがとう。いや、だから、コメント拾ったらダメなんだよ、キョコ要は、こいつ、こいつのペースに飲まれるから。それが狙いだから、こいつの。要は、期待させて、あの、あの、いいの、いいの、いいの。振り回されたらダメ。淡々と粛々とやってくから、俺は。 自分の夢に向かってダメダメダメみんなだからリーマンに振り回されすぎリーマンに振り回されんなよ200やろうかって、うん、いいのほっとくしかないよ、うん、匿名さんに花火抜かれましたねリーマンさんつって、うん、究極のカマチョだからそうそう赤黒は王道白白で見てみる白もまあ結構かっこよかったよ俺赤好きだけど ちょ、うん、全然質問に答えるよ。全然質問書いて。赤をさ、白にするだけで雰囲気全然変わってかっこいいんだよね。白もいいよ、ほら。イメージ変わるよね。これが表現だよね。背景一色でこんだけ変わるっていう。はい、こんばんは。おー、あちいちいらっしゃいへ。ねえ、特名さんすごいよね。かっこいいよね。でしゃばらないで花火投げてね。特名さんはかっこいいよなみんなな 一切口出さないでささらっと投げるもんなかっこいいなあ名さんはいやーかっこいいよね匿名さんはいいよな時代は匿名さんだよな誰お前何何いいからそういうコメントもうもう満足したんだろいやいい,い,いどっか行って「ねや名さんはかっこいいよなす」って。 すって花火、匿名さんいいよな。<laughs> 誰だっけお前。<laughs> 1000万とかいい見ない見ない見ない。さらっと投げるのかっこいい粋だよね。で、お前誰だっけ匿名 <laughs> <laughs> さんあげたな。うん 特命三角形ってお前が乗っかるところじゃないだろそれはお前は今発狂する流れだろうがよバカだろこいつ何、うん、でお前がこ,これに乗っかるんだよそういうとこだよお前の下手なところお前がキーっていう流れを作ったのになんでお前が匿名さんいいなって言ってんだよ下手かお前うん1,000万は失った金出すよくわかんない言ってることがうん 俺が欲しいのはとりあえず300だから。で、300に対して投資してくれる人を探してるだけだから。うん。わかる言ってる意味。で、それがわかんないんだったらいいわ、もう。俺1000万必要としてねえから。身に余るお金は手に入れないから。いい,いから、もう。もういいから、お前は。うん。分かったよ。ありがとうな。たくさん花火投げてくれて。分かったから。うん。今日、今日、大事な日なんだ、俺。 今日、6年目の一発目の枠なんだよ。ね <laughs> 頼むから、もう200払わないんなら払わない。払うんなら払うで決めよう。うん。いや、金は本当に持ってると思うの。200ポンと出せるんだよ。遊んでるの。こいつは。うん。リーマンが投げてるわけない別の人だよ。うん。別の人、別の人。 ああ、もうほんと、性格がややこしいよ、ほんとに。たかしさんってどういうことたかしって誰だから投資じゃねえんだっつっての遊びだの。だから200をポンって投資って考えないで、リターンがあるって考えないで。で、お前が言う条件飲むよ。お前がリターンだって思うこと、頑張れよって、テレビ出ろよって、言ってる意味わかるなって、俺は分かったっつったじゃん。 難しいけど全力で頑張るっつったじゃん。で、それが、もう、それ以外の条件なら条件で効くけど、もういいよ。出さないんだろ。うん、金持ち性格悪いなって。あのね、それはね、卵味噌ね、語弊があるよ。<laughs> あのえ、ぶっちゃけて言うけど、今、あの、1000万以上稼いでる人5人いるの。<laughs> もう俺が把握してる中で、この125人の中で年収1000万超えて、約3000万以上の人が3人。で、1000万以上の人が2人いるので。そう。で、他の4人が多分そのコメントは起こる。うん。いや、なんかリーマンと一緒にしないでってイラッとしてるから。うん。いや、こいつと一緒にしないでっていう。だからこいつは、あの <laughs>、高橋さんもいるしね。 こ <laughs> こいつは完全におちょくってるだけだけから俺のこといや要はキャバクラで「ああブースター汚えなくせえな」って言ってシャンパン入れまくるタイプだからうんうんうんいや奥持ってる人はいるよいや湯は旦那だろ湯は俺にアイテも1円も投げたことないじゃん俺の中では貧乏人 ユは旦那が稼いでるだけであって、俺にアイテム1円も投げたことない、ただの主婦だから、それは旦那がすごいわけであって、ユは、湯は俺の中で貧乏と一緒。うん。うん、そういうことだね、つって。うん、ユは入ってない。カウントに入ってない。うん、そう。湯は、あの、旦那がすげえってだけだから。 いやイイライラするでしょ。毎回そうなんだよ、こいつ来ると。前は、アキラってことはんで荒らしてたの。で、花火100発ぐらい投げて気持ちよく帰ってた。俺らはもう、なんか、アキラってやつうぜえな、みたいな。でもすげえな、みたいな。なんか喪失感。なんか、なんかね、すごいものを見たけど、なんかを傷ついたみたいな。なんかね、戦争が終わったみたいな空気になる金を手に入ったけど、何かを失ったみたいな。 ありがとうございます特命さん、花火ありがとう。そう。思い出したよ。あー、こいつなんかアキラみたいだねって言ってくれたリスナーさんがいた思い出したああ、あそ,うそうそうそう。ありがとうございます、花火。そう。アキラってやつに似てるっつって。違うわ、アキラだわ、こいつ。うん。ボーナスステージっうかね、本当に来るたんびに爆投げはするの。なんか金は持ってるのよ、間違いなく。絶対に。 最近置いていくの間違いなくでもなんか俺らはイライラすんの嫌な感じになんのなんか、うん、なんかねすさむの心が <laughs> なんか嫌だなーって、うん、負けた感がすごい金に物言わせるから負けた感が半端ない分かんないんだよそれはじゃあ毎回小手ンんえんのだからこの枠終わったら小手ン変えんのこの人はまた別の名前でしれっとくんの でアンンチコメントから入るうんそう花火を花火とアンチコメントの嵐を巻き起こして賛否両論してなんか取り残されてなんか多分先かっくらってんだ、ね、よ今ほらあー腹立つリーマンさん大花火グレイトありがとうございますありがとうでしょ だから嫌いになったり好きになったりいう引っかき回しは、ほらさすが。だからお前らがここでさすがって打っちゃうから調子乗るんだよ。スルースしろっつってるじゃん。そう、そう。趣味なのこれが。だからすごいって言うからおかしいの。みんなが。投げて、うわーすごいって言うから気持ちよくなるの。金でもうどん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 引き込んでくる。やめろよ、お前ら。ダメだよ、これ。うん。もうもう帰るから。もうこんだけ投げたら。もうほっときな。 みんななが注目するからこううっちゃうのあーお金もすごいってキャバ嬢が寄ってくるのと一緒私もあの席付きたいってボーイに言うのと一緒俺は嫌いだからそのやり方うんさえ何あのどれさんに俺の名前出すなって言っといてめんどくせえってうん OKOK お疲れリーマンありがとうねうんあもうもういい卵いいもうもうもう,もういいもう帰るから うん、そうそう満足したら帰るから、うん、ありがとね今リーマただのアンチだと相手にしてもらえないからものに言わせて構ってほしいそうそうそうもう,もうもうもうそういうタイプよ、うん、まあ金払いはいいよ江戸っ子だよ江戸っ子典型的な江戸っ子だよ、うん、要は粋がやりたいね生き粋がそう粋なことやって帰りたいタイプの まあ、粋だと思うよ。ただ荒らし,してくやつよりよっぽどかっこいいよ。粋は粋。うん。そうそうそう。敬語になったら帰るの。もう満足した証拠の。和道、和道くんとか和道さんとか言い始めたりとか、敬語になったら帰るタイミングなの。うん。いや、投げない投げない。絶対投げない。絶対200万投げない。もう俺分かってるから。もう長いから。何気にもうこいつ1年ぐらい俺の放送を見てるから。 そう手やんでバッキャローの世界だよ。うん。そう。そう、荒らすだけよりよっぽどマシだよ。うん、荒らしだいだってやんでーっつって帰るんだも、うん。んまあ、かっこいいはかっこいいよな。うん。遊びが上手なんでしょ。うん、遊び方知ってんでしょ。うん。うん。 ああ江戸っ子は花火を打ち上げる、うんうん、まあでもね俺はありがたいよ映画撮りたいわけだからこう夢にどんどん近づいてってるわけだからシレットじゃないんだよ1ヶ月に1回ぐらい来るのこの人 <laughs> だから今回うあの言ってもあのそんなでもないのよ <laughs> 月1回とか2ヶ月に1回しか来ない人なのそうだから常備常時待機してる人ではないのよ そそうそう,そう,そうしれっとくんので荒らしてくんの忘れた頃にいやブロックしないのじゃないの前枠で爆投げしたからしづらいのよそうまあありがたいありがたいようん食わせてもらってるんだからうん 高級寿司のカウンターで常連の客が話しかけてきてすごい気分悪いこと連発していって気分悪くしたんだけどそこの飲食代全部払ってくれたストレス発散する代わりに金払うそ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 ういうことそういうこといや毎日は持たないでしょ毎日こんな遊び方してたら持たないよ毎晩毎晩だって今日だけでもう3万4万使ってんの。えいくら使った花火30発だから3万使ってんだよ無理だよこんなの だから俺のこともフォローしてねえもん。うん、俺のことフォローしてない。っていうかね、フォローしない人ほど爆投げすんだよな。なんでなんだろう。そうそう、リーマンのための放送にするわけにいかないから。うん、あ、だから、あ、月に1回ぐらいちょっと、だから、あ、なんか、また来たな、みたいな。金遣いんだよな、あいつ、みたいな。うん。他のやつにも投げてんだよ。そう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 。どこでもやってんのよ。同じことやってんの。うん。 毎日ならもっといい家住めるいやだからそこるそれが目的じゃないからいい家住みたいうまい飯食いたいよりもやりたいことがあるから貧乏でもいいんだよそうそうまあまあ花火師さんそういう人多いようんあの見返り求めてないっつうかあの要は昔からの人なのこういう人って要はネットのいい部分を知っててなんで匿名ネットがいいかっていうと要はその何でも言えるからなんだよ言いたいこと本音で。 でしょそう。で、あの、ちゃんと置いてくよ。うん。KP。おお、ズワイガニいらっしゃい。うん。今日はね、6歳になりました、僕。配信者6歳、一発目の放送だよ。KP。うん。だから、その、なんだ、リーマンなりにさ、あの、5年頑張ったなっていうことで来てくれたんだよ、多分わかんねえけど。 遊び方上手なんだよ。本赤は本赤で別に持ってんでしょ。俺はだから誰だか知らないよ。うん、でもね、過度な良い書はダメよ。あの、なんだろう。無料でも応援してくれてる人はたくさんいるんだから。5年は長いね。5年は長いよ。長い。5年は長い。 まあ、だけど、やってよかったなっていう感想だね。3年半が一番苦しかった。3年で結果出せてないっていうのが苦しかったね。でも続けてよかったわ。本当によかった。うん。知ってるようん。これからもよろしくね。いや、俺、玉込さんはもうやめると思う。結果出ないと思う。俺はそれは、えっ、ー、と、あの、旅企画。シャリ旅企画と、 あの、段感触見て思った。俺はもう確信に変わってる。お前は消える。あの、リスナーさん舐めてる。ありがとう、ズワイガニ、ありがとう、そうだよ。あの、昨日の夜の枠が5周年。お前はね、才能あるし面白いし、あれだったけど、小銭稼いで終わり、卵味噌は。お前は、あの、無理。今後、有名になることは一切ない。俺は確信に変わってるから。 ありがとうズワイガニ花火ありがとうおめでとうって、ありがとう。築地に行ってた裸エプロンの配信はね、ニコ生時代だから、3年ぐらい前じゃないかな多分。知ってるね。キョコさん何最近のリスナーじゃないの裸エプロン配信知ってるのなんで知ってんのそんな古い配信。キョコさん何ニコ生時代のリスナーだったのかな あれいつだったっけちょっと待って今調べるわえっ、ー、と俺の裸エプロン配信どこだろうなちょっと待ってねえっ、ー、と裸エプロンは3年前だねいやーお前はもったいないようんリスナーでいいんじゃんもう配信やめれば向いてない まるで向いいてないで角にアイテムとかで期待させちゃったりとかお小遣いもらうのってあのー、やめた方がいいと思うよ働いてさリスナーに戻りなよ、うん、ちょっと待って裸エプロンいつだったっけなえっ、ー、と20002000 2000何年だろうあれうん カペコ起きちゃったねこれでしょこれでしょこれは2015年3年前だね3年前約3年前だねほんと愛い,いよな俺ほんと愛いい,いいだろう3年前だねまた古いの知ってるね いやこれで外配信やってたんだよ。これで外配信ずっと街を徘徊してた、うん、あーあ、でも結構古いじゃん,、うん。そう。いや、そうでもないって言って、んの舐めてるんだよ。そう ニコ生の後半とかもう和道和道和道だったもんね。結構台風の目だったよね。うん、とことんやってやろうと思ったから。はい、おやすみー。うん。ありがとうね、こちゃん。気、あ、あの、気持ちでいいよ、全然。うん。アイテムは気持ちだから。うん。職質はなかったね。むしろ、なんか、あの、なかったね。 あのアンチどもが逆になんかこれは見たいからっつって通報しないの。ニコ生はそこが上手いのよ要はなんかぐだりそうな時とかは通報して警察ネタで終わらせんの。わかるあーもうこれ絶対もう面白くなんねえわこいつクソだわっつって通報して電話させるんだけどもうアンチが逆に喜ぶわけよこいつ面白いっていう時はこいつら性格悪いニコ生のリスさん性格悪いから泳がすの。 一切通報入れないの <laughs> ムカつくだろニコ生のリスナーはねだからアンチって言ってもプロアンチなんだよそうフワッチは何でもかんでも警察ネタにするからリスナーのレベルが低い育ってないね全くそう,そうそうそう狩場さんのそのお金の取り立ての配信に同行したりとかあなんだ結構古いんだそうなんだ ププロロススだよプロリスそうな流れを読むの面白い配信は潰したくないんだよニコ生だから逆にそ変面白い回で通報とか入るとアンチゃが怒るぐらいだもんバカかよにわかかよみたいな誰だ通報したやつってでもう,そう通報したん俺だわみたいなやつ袋叩きうんアホアホマン知らないよいなくなったリスナーはかんないよアホアホマンとか元気なのかねうん っていうか、リカちゃん何がアホアホマン元気なのかなニコ生から見てんのかよ。何しれっと私最近見たみたいな感じで。あ、完全にニコ生時代のリスナーじゃん。何それ。シャカトペコって言うんですね。可愛いですね。じゃねえよ。アホアホマンの名前出てくる時点でもう超古参だわ。でもわかんない、孫子がどうしてるか。なんか死んだって聞いたよ、俺。うん。なんか病気で亡くなったって聞いた。 わかんねえなうんそうそうビーンズ仮面、うん、えいやいやえ何古い古くないだってアホアホマンなんかふわっちでコメント書いてないようんアホアホマンなんかだって昔のリスナーじゃんニコ生のあ,あと電脳兄貴とかさうん あと天丼マンとかね天丼、うん、マンとか懐かしいよね、うん、いやわかんない本当かどうかあいつ嘘つきだから、うん、あそうかリカちゃん昔からかごめんごめん俺がなんか最近のリスナーだと思ってさ俺がリカちゃんほら文鳥の話で仲良くなったってイメージだからあそうだったんだごめんごめん うん、ニコ生リスナなの子さんなんだねうんね天丼マン面白かったよね俺と一種のがさカウンターでさ「腹減ったなんか食いてえな」って「俺ら金ねえな」っつってたらいきなりだよ店に天丼が届くの。でもなぜか知んないけど天丼1個しかないの。<laughs> っ天なんか匿名なのよその人天丼マンっていう人は。で1個しかなくて 石のえっていうコメントなんだよで俺が「うわーマジかよ石野だけかよ」って言ってたら石野優しくて「和納さん半分食いましょうよ」っていう蓋にちょっと泣けるような蓋に「いいっすよいいっすよ和納さん一緒に食いましょう」っつってこう半分に分けてくれて「うまいうまい」って言ってたの。で「うわいいリスナーさんいるね」って言ってで次の日だよ俺と石野が悪ふざけ始めるの。 なんか天丼食いたいっすね和田さんみたいなこと言って金ないんだよ俺らほんとに50円とかしかなくて「天丼食いてえな」とか言って普通にぼやいてたのえでも閲覧50だから無理っすよとか言ってたらピンポーンってきて天丼が届くの面白かったよ俺と石野が天丼食いたいってぼやくと必ず天丼届くので匿名だから誰だか分かんないじゃんそうそう面白かったよなうん え <laughs> 窓さんみたいにまるさんどうしてるんですかねみたいな質問来ると大概死んだよ。あ、でもねネットって俺そういうもんだと思うよ。小手半とかって。要はねネットをやめたら死んだのと一緒だから俺らからしたら。だって関わり持てないんだもん。いや面白かったよ。普通に <laughs> 悪ノリで、あ、天丼食いてーとか言う。<laughs> そう。で調子に乗って俺ら焼肉食いてーとか言うと、なんかそ,その人っぽい、天丼マンっぽい人が 焼肉はちょっとみたいな。<laughs> 天丼しか送らねえわみたいな。あれこの人じゃないとか言ったり面白かったのピザとかはダメみたいなコメントとかが、それっぽいコメントがあるのよ。そう。<laughs> 天丼しか俺は送らないみたい。うん。いや楽しかったね、ほんと。すげえ、石野と一緒に配信やってた頃くっそ楽しかったもんな。石野はつまんなかったらしいんだけど。 俺は普通にすっげえ思い出になった、石野トのン生活は。いや、ポリシーつうか、それも、ん、く、なんつうの。要は、リスナーさんと一緒に作るっていう。要はさ、ちょっとどこかふわっちのリスナーさんってお客様なの。やっぱり。要は、あんまり口出さないのよ。参加者じゃないの。でも、ニコ生出身の配信者の俺からすると、配信はリスナーと配信者が二人で作るもんなのよ。 みんなで作るもんななのの面白いいってそういうことなのよでもお前つまんねえやつだなってさ結局さお客様気分なわけじゃんだからなんかちょっと時代が変わったなと思う昔は要はお互い悪ノリだったのその配信者とリスナー要はリスナーさんも楽しむこっち側に仕掛けてくるでこっち側もリスナーさんで遊ぶみたいなお互いがお互いでそのやり取りを初見が笑うみたいな で初見も乗っかるみたいなっていう空気があったから面白かった今はねどっかがどっかお客様な気分だからリスナーもリスナーを笑わせようっていう感じがあったのそうコメントしづらいよねなんかねなんかこう笑,笑うなんつうのだから檀檀塾なんか最たるものでダンカンさんとリ配信者が面白いことお互いに作ってリスナーを笑わせようねって言ってんのに「ダンカンつまんなかったわ」とかいうクソみてえな配信者が出てるんだもん うわ、二流だなって思ったもん。俺はそういうところがイラッとするの。ダンカンつまんなかったんじゃなくて、お前がつまんねえんだろうみたいな。ダンカンさん普通に面白くしようと一生懸命頑張ってたのに、ただぶっ壊しただけだろうっていう。そう。クソだよね。だからダンカンつまんなかったっていう配信者出演者の中でみんな面白くないやつばっかりじゃん。うん。ふわっちの配信者は悪ノリっていうか、プロではないよね。下手だよね。うん。 なんかちょっと残念、俺は。うん、なんかこうみんなでわちゃわちゃ面白いく悪乗りしてる方が俺は好きだな。悪乗りっつうかいたずらっつうかさ。なんかそういう空気感って大事だよ、うん。なんかそういうね、なんかこう文化とかも作っていけたらいいなって思ってるね、この放送でね。なんか。 どうやったら面白くなるかなっていう喧嘩とかは俺も反対だなそうそうあれだよそんなこと言ったらさ油ハゲさん専務ダンカンさんだよ今専務ダンカンさん枝豆さんが社長でナンバー2がダンカンさんなんだよそうだから結構すごいことなんだよ TN ゴーンとオフィス来たののコラボなんだよ ダンカン塾って結構すごいよあれなんかまあ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 リスナーさんからしたらそういう裏事情は関係ないかもしんないけど、うん、あの裏事情を知ってると結構他ではない、うんだって喧嘩別れしてるんだよ TN コーンとオフィス来たのって <laughs> すごくない、うん、そうそうバンもね泳がしてくれるんだよねそ、ま、うそうニコ生 ま、あなんか、それはさ、あの、なんだっけ、あの、キラチューっていう配信がそうだよね <laughs>。後半なんか運営さんが泳がすようになって、なかなか配信版にならなくて面白かった、ね、キラチューの裸踊りは。うん、ハートありがとうリカちゃん、ハートありがとね。ありがとうございます。映画台にさせていただきます。映画作ります。頑張ります。 あれこれこ違ってんな、うん、なんかねでもね俺は卵味噌悔しかったななんであそこに来なかったんだよってすげえ裏切られた気分になったもんんか 絶対にその段冠食に行くために東京に行く旅費くれっつったらさ絶対応援してくれたはずなのに何であそこで踏ん張れねえんだろうと思うんだよね、うん、あ延長はねもうしないこれで終わる <laughs> 申し訳ない、うん、もう寝るよ俺3時だよもう,、うん、そう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 いつになったら晩になったりとかね、うん でもね、持ってる面白いやつはやっぱ閲覧稼ぐよ。最終的に。ハムあ、ハムは僕には投げらんないっす。ハム無料アイテムですね。もう、あの、コンプリートしちゃったんで、僕には投げらんないっすね。かそ生主に誰か投げてあげると喜ぶと思います。うん、いや、懐かしいよな。5年もやってるといろいろあるよな。うん。だったら、リカちゃんとかキョコとかさ、ナオさん覚えてるでしょうん。 覚えてないあのバー歩みで一番バンバン投げてくれてた人だよシャンパンとか <laughs> 覚えてないかなバー歩みでさあのー、リスナーさんからお金振り込んでもらって飲むってやつやってたじゃん一番振り込んでくれた人だよなおさん数字であのー、703で変わってないじゃんうんそうそう冷やし中華そういうことで俺コンプリートしちゃったからもう投げらんないはず俺に。 そうそう、うん、覚えてるでしょなおさんなお、うん、さんあれだよおととい飯食ったよ、うん、相変わらずイケメンだったに1年半ぶりぐらいに会ったのかなすげえ楽しかったわ相変わらずだったわ奈緒さんめちゃくちゃイケメンなのまだ2回しか会ったことないけど ネットでやりとりしてるさなんかもうね親近感半端ない、うん、あーぜひぜひよろしくお願いします楽しみに待ってます僕の住所はあそこ Twitter に書いてありますよ Twitter に住所書いてあるんで、うん、ああそうなんだ DV から逃げてたんだ <laughs>、うん、いつ時代のリスナーなんだろう今日こは、うん まあ、狩場さんって言ってたから。いや、狩場さんとのコラボってバー歩み時代だけどね。まあまあ、なんか、いろいろあったんだろうね。うん。小手半巨庫の、虚構で変わんないのかな。昔の小手ンが近かったら、俺、俺いつも言うんだけど、サムネイルを変えるっていうのは成形するのと一緒なの。要は顔が誰かわかんないっていうのと一緒で、名前を変えるのは戸籍簿の本名を変えるのと一緒だから。だから名前変えるのとサムネ変えるのは別人になるっていうことだから。 うん、だからもし覚えててほしい人は小手半とサムネは変えないでって言ってる失業保険と配信でもらった分え失業保険許可で変わんないんだ許可、うん、お許可覚えてねえな <laughs> 悪い覚えてねえわ <laughs>、うん、失業保険生活保護じゃないのそれ うんうん、よし、じゃあそろそろ終わりにします皆さんありがとうございますこれから6年目を頑張っていこうと思うのでぜひぜひ今後とも応援よろしくお願いしますあ、朝8時まで飲んだんだ大変だったですねじゃあ皆さんお疲れ様ですありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますもしこれから追っかけてくれる人は Twitter と YouTube とフワッチフォローよろしくお願いします お疲れ様でーす。